赤いんか、2号機って。違うのはカラーリングだけじゃないわ。所詮0号機と初号機は開発過程のプロトタイプとテストタイプけど、この2号機は違う。これこそ実戦用に作られた世界初の本物のエヴァンゲリオンなのよ。正式タイプのね。紹介するわ。ユーロ空軍のエース、式並みアスカラングレー隊員、第2の少女エヴァ2号機担当パイロットよ。久しぶりね、ミサト。あれがエコヒーキで選ばれた0号機パイロットで、どれが七光で選ばれた初号機パイロット。あんたバカ、肝心な時にいないなんて、なんて無自覚。おまけに無警戒。エヴァで戦えなかったことを恥とも思わないなんて、所詮七光ね。まったく何様や、あの女。